ナインゴッツブラックアウトです。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ナインゴッツブラックアウトはですね、2012年、アンビエントサーカスの、アンバーグリスさんと透明版ツアーをからライブがスタートしまして、冬のブラックインブラックツアーとスリードリーさんとモランさんとのスリーマンで、はい、もうツアー三昧の2011年の幕開けでございます。2012年のね、そうなんですよ。なんでそんな2012年の抱負をメンバーの皆さんに聞いていきたいと思いますけれども、宇田さんは、はい、はい、年明けからこんなに忙しいのは初では、でも初か、ここまで忙しいのは初なので、体力つけて頑張ってツアー回りたいと思います。はい、タイミングBGM が来ます。はい、出て、出て、はい、ツアーが、はい、今2月の14日、ブラックレインが発売したのと同じ日かな、はい、2年越しかな、2年越しにシングル、カルテ発売が決定しています。お PV の、シュート中なんですけどね、はい、リリースの方も含め2012年、はい、2011年より増して活動していきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、そうですね、ツアーから始まり、そのさなかに、バレンタインデー、カルテが出ます。その表題曲エニーは記憶にまつわる自分の過去を思い起こす、楽曲で、それがあなたにとって素敵な処方箋になりますように、そんな新譜をただいま、今日は PV を制作中でございます。ここに来れなかった赤谷のためにも、いい作品に仕上げようと思いますのでぜひ、楽しみに待っててください。はい、はい、そんな感じで2012年も閉めちゃう、待たないで2012年もいいやつだったのにナインゴーツブラックアウトよろしくお願いします。お願いします。